のくさんこんにちは。まあ新型コロナウイルスね、まあ、いろんな考え方がありますし、まあ、世の中っていうのは大多数の人がどう思うかによって動いてますんで、まあ私はもうねそれに合わせていくだけかなと思います。心の中で思ってることと実際に行動すること、別に乖離があってもいいじゃないかと。それでまあ人生ね、最もカスタマイズできてるんだったら、最適化できてるんだったら、まああんまりこだわらなくていいかなと思いますよね。まあいわゆるね、多くの人の気持ちを変えるのってのはものすごくね、まあ大変なんですよ。でも変えないといけないっていう状況に入れば全力で変えるんですけども、特にね、誰かと接触があるわけじゃないし、ちょっと出かけるときにマスクするの別に負担でもないんでね、私はどっちでもいいかなと思ったり思わなかったりするんですよね。まあそれよりかね、もうなんか私の中でもその問題が片付いていて、特に何かの労力とかストレスがかかんないんで、まあ次のことやろうかなと思いながら生きてきた2020年だったかなと思いますし、2021年もそうですよね。だからね、多くの人がやろうとしてることに参加してないんで、だからまあそこでね、コロナのことずどう思ってようとあんまり気にしてないかなと。まあ当然ですけども、リアルタイムニュースも全然見てないんで、どっちでもいいんじゃないかなというところとね、まあ私の場合はアクセスを稼ぐっていう意味でもね、その話題になることをまあ狙いすまして YouTube にするっていうところはありますけども、それですらね、なんか何なんだろうなとなんか多くの人がそう思ってるから期待してる情報を出すみたいなところもあったり、まあ私なりにね、こう自分の思ってることを伝えるっていうところでは変わらないんですけども、ただ思ってるからといってその思った通りに行動するかどうかっていうのはまた別でですね、それは目の前の人に配慮しないといけないところもありますんで、やっぱりね、多くの人が集まらないといけないようなシチュエーションっていうのは避けるとかね、今年1年町内会長をしてきて、やっぱりね、狭い町内会館に30人40人集めるのが定例になってたんですけども、私はそれをやめてですね、もう集まったとしても20人で、しかもその会っていうのはもう本当に半分ぐらいに減らして、ほとんど集会もやらずにですね、全てペーパーをポスティングで済ましたんですけども、全然滞りなく回りましたしね。だからこれに乗じて、まあ何でもかんでもね、なんか問題が起きたら、いやコロナのせいなんでとか言ってね、全部それで通してきたような感じですよね。ちょっと面倒くさいことがあっても、そういうふうな世の中の人が納得できるような理由がなんか無効からやってきたんで、かえって私はね、結構やりやすい1年だったかなと思いますよね。だから実際にそのウイルスがねどう関係してくるのかとか、マスクの問題とか PCR 検査がどうなのかっていうのは、それはどっかに書いてあるし誰かが言ってるから、それを真に受ける人もいれば疑って真に受けない人もいると思うんですよ。で、何をエビデンスとするか、何を裏付けとするかなんて、それすらね、一人一人みんな違うんで、どっかの偉い大学教授が言ったからそうなんだとかね、テレビで言ったからそうなんだ、新聞に書いてあるから本当なんだとかね、偉い人が言ってるからそうなんじゃないかなとかね、どっかでなんか裏情報の LINE グループが言ってるから本当なんだとかね、もう何を信じるのかね、何をどう思うのかってみんな自由ですよ。それはしょうがないですよね。解釈は無限にあるんで。だからね、やっぱね、私はね、思うのはね、じゃあ仮に新型コロナウイルスが克服できたからといって、私たちは不老不死になるのかってことなんですよ。いろんなね、死因とか疾患とか心配事のある中のたった一部にしか過ぎないんで、それは今ね、受験生の人が心配するとしたら、目の前の受験でしょうね。新型コロナウイルスとかよりも。で、もしかしたらね、甲子園を目指して一生を注ぎ込んできた高校球児は、大きな挫折だったかもしれないですよ。死んでもいいからマウンドに立ちたいと思ったピッチャーがいたかもしれません。でも大会運営委員会が開催してくれないから、ものすごい悔しい思いをしてね、結局は自分の青春がその大人たちの無責任な狼狽のせいで、まあ、すりつぶされたと感じたかもしれませんしね、まあ、人はそれぞれ本当自分の立場によっては言うことややることがね変わってきますんで、そういう矛盾をはらんだ世の中がまた面白いかなと、不協和音ですか、そういったものを奏でてるのかなと思います。ちなみにテレビをね見てる人がよく言うんですけども、そのアクリル板をねこうやって、なんかこの飛沫が散らないようにスタジオで撮影してると思うんですよ。でも撮影が終わってみんながね廊下から帰るときって、その辺でマスクもせずにだべってるらしいんですよ。だから見せるようにやってるんですよね。奇妙なもんがありますよね。まあ、あとはね、国会の中継なんですけども、あれほどね高齢者の方が密になってるところは多分ね日本広しといえども、あの国会の中だけだと思いますよ。だからあそこが最もクラスターなんじゃないかなと思いますし、まあ、そもそもね、無症状で感染するっていうのは何なんですかね。無症状で一生行くんだったら別に問題じゃないじゃないかと思ったりもするんですけども、ただあまり言い過ぎると、なんかね、
あらぬ偏見で見られちゃったりね、あいつは堀江だとか言われちゃいけないんで、あいつは堀江だって言われたら嫌ですよね、餃子屋かって言われちゃいけないんで、そういうことではないですよと、いろんな考え方があると思いますけども、私たちはお互いに何かのエビデンスを掴んでるわけじゃないってことなんですよ。顕微鏡でウイルスを見たわけでもないし、なんかね、その医学の私たちは判断ができるわけでもないし、結局誰かが言ったこと、誰が言ったことを真に受けるのか、どこに書いてあることをエビデンスだっていうふうに自分が勘違いしてるのかによって世の中ができてるのかなと思いますんで、まあね、何なんでしょうね、うん、どんまいどんまいですよ、もうノクさん、いってらっしゃい。